日本の商業捕鯨再開詳細が決定本日、吉川農林水産大臣が閣議の後記者会見を開き、今年7月から商業捕鯨を再開することに対し、資源に影響を与えないよう近く、省令を改正して対象となるクジラの種類や海域ごとに捕獲枠を設ける方針を明らかにいたしました。農林水産大臣は 科学的な根拠に基づく資源管理を徹底し、100年間捕鯨を続けても資源が減少しない水準を維持すると発言をしております。こちら、沖合創業で捕獲できるクジラの種類として、ミンク、ニタリ、イワシの3種に限り、沿岸創業ではミンククジラに限定すると、創業水域に関しては日本の領海や 排他的経済水域 EZ のみとなり、南極海での捕獲は行わない。創業時期は規制せず、通年操業が可能で、捕獲枠の範囲内で漁業者が判断をするとされております。こちら、クジラが増えすぎて魚が減ってしまってるんじゃないかと思われますので、日本政府には適切にクジラを管理していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。